台湾が三峡ダムを狙っている超過中流域にある巨大なダムですよね。これ推定射程距離1200キロっていうのが肝なんですよね。台湾がミサイル2発を試験発射したと。三峡ダムも射程圏内に入るミサイルですよと。住民の強制移住とか毎年毎年この決壊が騒がれている。これが決壊するとどうなるか、もうとんでもなく恐ろしいこと。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。まずはセミナーのご案内からです。ウクライナ侵攻と世界経済、激動2022年以後の世界経済と株と為替の行方は、北海道の帯広でこちら開催いたします。2022年6月の18日土曜日11時スタートで軽食がつきます。お昼ご飯をまたいで行いますので軽食がつきます。ぜひお昼ご飯を抜いて遊びにいらしてください。岡安商事の為替アナリストちょいわる先生と私石田和康でお届けするコラボレーションセミナーです。詳細と参加申し込みは概要欄の方からどうぞよろしくお願いします。こちら席数わずかとなってきました。帯広の方にぜひ皆さんご参加ください。参加費無料となっていますのでお気軽にご参加いただければと思います。詳細は概要欄のリンクの方に貼り付けておきますのでそちらをぜひご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。本日のテーマは台湾が三峡ダムを狙っているということなんですけれども、三峡ダムといえばね、だいたい毎年雨季の時期になるとダムが決壊するんじゃないかと。世界最大の水力発電所と言われている超過中流域にある巨大なダムですよね。あれがまあもう何年も前から歪んでるんじゃないかとか、欠陥工事があったんじゃないかとか、でまあ放水をもうガバガバ繰り返すことによって周辺の町がもういくつもいくつも水没してきたりとかして結構大きな問題になってるんですよ。で毎年雨季の時期になると大きな問題としてインターネットのニュースとかYouTube の方に、たくさん動画も上がってくるんですけれども、越境 3.0 チャンネルでもこの三峡ダムの危機というのは何度も動画を流しておりまして、こちら過去の再生リスト三峡ダムの方からご覧いただきたいと思うんですけど、越境 3.0 チャンネルというのはたくさんの方々にご支援いただいてチャンネル登録もいただいて2年ちょっとでここまで成長してきたんですけれども、本当に皆さんありがとうございます。その皆さんがチャンネル登録をしたきっかけとか越境 3.0 チャンネルを知るきっかけとなったのがこの三峡ダムという方結構多いんじゃないでしょうかね。50万回30万回とたくさんの再生数をいただいてきた三峡ダムの動画なんですけれども、その三峡ダムを実は台湾は狙ってるんじゃないかという、そういったニュースですね。まずはこちらのニュース。台湾中国内陸に到達可能な雄翔を初公開。こちら韓中国、中国のメディアですね。台湾国防部は雄翔という地対地中距離巡航ミサイルを今年3月に初めて公開。推定射程距離は1200キロで中国の重要施設に到達ができ、中国の戦略目標を深く攻撃する性能を持っている。台湾国防部は雄翔と有事の地対地巡航ミサイルは同じ生産ラインを共用し、両者の合計年間生産能力は現在81本であると報じた。しかし台湾の国家ジョンシャン科学研究院の新工場は今年6月に完成する予定で、それが稼働すると今後の年間生産能力は合計131本に拡大することができる。雄翔ミサイルがどれだけ量産されるかについては現在のところ国防部は明らかにしていない。台湾の国家ジョンシャン科学研究院は台湾メディアのインタビューで、雄翔ミサイルの開発は過去に秘密にされていたが、アメリカが台湾にこのような武器を持たせたいため今は表舞台に出せるようになったと明らかにした。中国を第一列島線の内側に封鎖することはアメリカにとって非常に重要であり、そのためアメリカは沖縄、韓国、台湾などで中距離ミサイルを強化する必要があり、アメリカはもちろんその成果を喜んでいると述べたと。推定射程距離1200キロっていうのが肝なんですよね。記事の中では中国の重要な軍事施設に到達可能と書かれているんですけれども、この1200キロというのは三峡ダムも射程圏内であるということが書かれているんですね。実際台湾の国防部は三峡ダムを狙っているとは言ってはいないんだけれども、もちろんでもその1200キロという距離の内側に三峡ダムも入っているよというのが、これは台湾も中国も誰もが認めるこの射程圏内であって、中国にとってある意味時限爆弾とも言われているこの三峡ダムがもしもミサイルによって狙われることがあったら、中国は相当ダメージを食らうんではないかというそんな予測ができますよね。台湾は今年3月に初めてこの雄翔ミサイルの発表をすることができたんですね。それまでは秘密にずっと開発が進められてきたと。アメリカ側の発表は台湾が独自の開発でこのようなミサイルが開発されるようになったというのはとても喜ばしいことだとアメリカ国防省は発表しています。でその発表があった翌月、中国の相次ぐ軍事挑発に台湾が応戦、2発のミサイル試験発射。こちらの試験発射されたのが、今お話しした雄翔ミサイルという射程圏内1200キロという地対地中距離巡航ミサイルなんですね。これはね、台湾からしてみたら
中国側の軍事挑発がすごいひどくて、それに対して、いやもう来るなら来いよと。台湾は応戦できるよと。もう中国の軍事施設めった打ちにしてやるから来るなら来いよぐらいのこのメッセージが現れてるんですね。中国の相次ぐ軍事挑発に対して、台湾がミサイル2発を試験発射したと。その2発のミサイルというのは、三峡ダムを射程圏内に入るミサイルですよと。そんなメッセージが先月のこのミサイル発射実験に、まあ、現れてるんではないかなという。これはあくまでも僕の想像ですけれども。まあ、どちらにしても中国の挑発に対して台湾は応戦しなきゃならないわけですよ。もうこのまま黙っていてはそのうちもう遅かれ早かれ台湾侵攻されてしまう、まあ、そのために強い姿勢を見せているというのがこの有償ミサイルの開発とそれに対する開発発表の翌月の2発のミサイル発射実験ですよね。日本もこのぐらい強気に出た方がいいんじゃないかなと思うんですけども、台湾は日本と違ってもう非常にこの強気で、まあ、国防に対して危機感を危機意識を持っていますよね。なぜ台湾が射程圏内1200キロという三峡ダムを射程圏に入れた地対地ミサイルを開発したのか。地対空ではなくて地対地ミサイルなんですよ。台湾から撃って三峡ダムにズドーンとめがけることが可能なミサイルなんですよね。まあ、三峡ダムというのは、まあ、こちら、過去の動画でもまあたくさん紹介してきましたけれども、とにかくいろいろ問題点満載の世界最大の水力発電所。1992年第7期全人代で建設を採択し、1993年着工、2009年に完成しました。世界最大の水力発電ダムと言われていて、中国の年間消費電力の1割の発電能力を持ちます。ダム湖の長さが約570キロ、年間発電量は1000億キロワットということで、中国からしてみればある意味中国の心臓部と言っても過言ではない。場所がこちら、長江中流域にある大体中国の真ん中辺から少し東側にあるダムですね。長江流域です。まあ、こちらのダムが住民の強制移住とか地滑り崖崩れ、水質汚染とかも土砂ヘドロの堆積とか、そして雨季になって大雨が降って、その大雨によるその放水によってね、その放水でもう周辺の村とか町がもういくつも水没しちゃうとかで、さらに言うとこの三峡ダムという大型のダムが決壊の危機にあるんじゃないかということで、毎年毎年この決壊が騒がれているという非常に話題性豊富なダムなんですよ。 YouTube でもたくさんの動画が出ていますけれども、この三峡ダムが決壊すると毎年噂されて毎年決壊しないというね、まあ、そういった状況が毎年毎年起きています。まあ、決壊するまでもなく、決壊しなくてもこれまでいろんな被害を起こしてきた三峡ダムなんですけれども、これが決壊するとどうなるか、もう中国経済崩壊しちゃうんじゃないかと言われているぐらい非常に厳しい状態になるわけですよ。このダムは2018年に堤防が湾曲しているっていうことが発表されたんですね。でその湾曲しているのがなんか補修工事を何回か繰り返してもう治ったのかどうかわからないんですけれども、その湾曲が発表された時についにいよいよ三峡ダムが崩壊すると言われていたんですよね。まあ、その後なんとか持ちこたえてるんですけれども、ひょっとしたら今後どうなるかわからない。もしもこのダムが決壊すると、もちろん上海までずっと下流域の町に全てに多大なる被害がある。で、長江流域というのは揚子江デルタと呼ばれていて、まあ、中国の経済が相当集中しているエリアなんですよね。原子力発電所なんかもあるし、軍事基地なんかもあるし、で、もちろんたくさんの企業がそこに世界から集まってきているし、中国企業ももちろんある。生産拠点なんかもあっちこっちに集中しています。まあそういったのが全部ダムの崩壊によって洪水で流されてしまうと。で、ここは世界最大級の発電所で、中国国内電力の 10% を供給している場所なので、中国国内の電力供給がストップする。そしてそれはしばらく復旧することができない。被災者は少なく見積もっても4億人以上ということで、中国14億人の人口いますけど、そのうちの4億人が死亡者、負傷者となって被災者となると。清華大学の教授によると、このダムは10年持たないと、建設の時に言われたんですよね。で、建設の時に言われたんですけど、2009年の完成から今のところ13年、なんとか持ちこたえてると言われているんですね。まあ、中国にとっては、このダムがミサイルで狙われるというのは、おそらくもうとんでもなく恐ろしいこと。台湾はこれを実際狙ってるかどうかはわからないですけれども、実際射程圏内1200キロのミサイルを開発しましたよと。それは年間131本発射することができますと。その射程圏内1200キロの中に三峡ダムは入っていますよと。このメッセージだけで相当中国に対しての抑止力になるんではないかなと、まあ、そのようなことを感じたニュースでした。まあ、これから雨季に入ってきて三峡ダムのニュースなんかも次から次へと出てくると思いますので、またそちら新しい情報が入りましたら三峡ダムの方をお伝えしていきたいと思います。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go!
がりたいあなた待ってます。